はい、今日は、表参道にあるマイハニーっていうハニー蜂蜜屋さんの蜂蜜です。ここは 前を偶然通って初めて買った蜂蜜なんですが、この蜂蜜の面白いところは、蜂蜜自体をローズバラの、花びらでつけてある蜂蜜らしいです。香りもかなり花の香りがふわっと鼻に抜けるような、すごく、強い花の香りがします。普段はあんまり、こう物をつけた蜂蜜っていうのは買わないんですが、今回ちょっと縁があって買ってみました。で、結構この蜂蜜、結晶は少ないんですけども、かなり重量感があるという粘度が強い蜂蜜です。いきなりもう、なんか黄色いものが見つかりました。これが何かちょっとわかんないですが、ちょくちょくとあるんがわかります。あとこの蜂蜜の蜂蜜の独特のところは、結構カクガクシーな板状とか針状の何かが見えてるのが、他の蜂蜜よりもユニークなところではないかなと思います。次は背景色黒で今見てみてます。やっぱり、黄色い何かがちょくちょくと映ってるのがわかります。それ以外に特筆して珍しいものが見えてるわけではありませんが、やっぱり小さいながらに結晶が映ってるのがわかります。では次このまま背景色白に行きます。背景色白にすると、今まで見た蜂蜜の中で一番、色のついた黒い丸円状のものがたくさん入っていることがわかります。それ以外にも大小さまざまなエッジが黒くて真ん中が白っぽいものが大きさが複数あってかつ、たくさんあることがわかります。こんなにたくさんある蜂蜜って今まで見た中ではあんまりないですね。で、これが今、色のついた何かですね。見れそうにはないですね。が、結構黒い天井の何かもたくさんあることがわかります。でちょっと番外編ですが、こっちは液状の部分を、完全に液状の部分だけを撮ってみたところ部分です。で、何か見えるかというとさほど見えないことが分かりました。